偵察騎士アンバー参上。おはよう。一緒にお昼ご飯一緒に食べてもいいの？暗くなってきたよ。松明をつけようか。うん、休憩も大切だよ。じゃあ約束だよ、また明日ね。これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。なんだ？おい、なんだそれ？オイラを先陣に立たせるつもりか？こんなに小さいし、オーダーメイドしかないな。オーダーメイドできるんだ。当然だ。販売、オーダーメイド、精錬、すべてこの鉄工房の仕事だ。お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう、この付近で鉄が見つかりやすい場所を教えるよ。鉄を持ってくれば生存してやる。礼はいらない、仕事に戻るよ。なんかイライラしてる。邪魔したのかな。鉄を打つコツは汗だけだ。のサバイバルのプロとは私のことよ。
された地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でも滅多にここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて地風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて。どう？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて。竜の力が影響を及ぼしているから。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。
くんだ？お？あれは、炎元素の石碑？強い炎元素で攻撃したら起動させられるかもな。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど、でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったら、リサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とか、そういうんじゃないからね。図書館司書の知識が、偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ？
逃げられないって言ったでしょ。大団長たち、まだ帰ってこないのか。
頼んだわよ。近くに来てくれ。何か匂うか？この神殿で少し予想。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり。中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ほう、気合の入った発言だな。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除して、さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。
俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。こいつはどうだ？これ。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。これ。おとなしくしやがる。おとなしくしやがる。前に道がない。風域を利用して上に登ろう。やっ、これ。こいつはどうだ？水元素だ。これで火は消せるよな。そうだ、鋭いな。神から称号をもらって騎士にならないか？そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか？可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、
いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきさん。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。用意はとっくにできてるぜ。今日という日を楽しめよ。ずいぶんと長居したな。そろそろ体を動く。こいつはどうだ？
っけ。こっに、っけ、っけ。こいつはどうだ？こいつはどうだ？こいつはどうだ？おとなしく仕上がれ。ほどほどにしておけよ。Yeah.
こいつはどうだ？万が一海で溺れたらどうしよう。これやっ、てはっ、おとなしくしやがれ。これちゃん、危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。基本的に肉体労働と頭脳労働以外のことかしら。それ以外に何があるんだ。外でも元素の乱れによるざわめきを感じるわ。早くこの神殿を取り戻して気分をすっきりさせないとね。
私も少し本気を出そうかしら。それ逃がさないわよ。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのね。封印よ、ここから上に上がりましょう。おとなしくしやがれ。すまんすまん。
おとなしく仕上がれ。こいつはどうだ。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するの。摩擦で生じた雷槌の火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。知らないなんて、あなた一体どこから。突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは吟遊詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰って休めるわよね。休めると思ったら俄然やる気が湧いてきたわ。風の塊みたいなもんだ。風たちの地にある七天神族。東風の竜トワリン、南風の獅子ダンディライオン、北風の狼ボレアス、西風、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中で、トワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分、憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ。モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。ほらほら、行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。あら、出かけるの？はあ、やっと全部片付いた。これでモンドの元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろう。今後も入手するかもしれないけど、
そいつの使い道を忘れるなよ。ごめんなさい、見間違えちゃった。はい、こんにちは。これ。ちょっとビリビリさせないと。
行ってみようか。冒険者協会へようこそ。あなたのことは観察させてもらいました。観察？こいつなんかしたのか？いえいえ、優秀な冒険者を見つけることも私の仕事ですから。あなたから伝説の冒険者たちと肩を並べられるほどの素質を感じます。ひひ、それはオイラもわかるぞ。彼と一緒にいると安心できるんだ。でも冒険者にとって素質よりも経験の方が大事です。冒険経験を積み重ねることで冒険ランクが上がります。早速新しく入ってきた冒険者に紹介しますね。待って、オイラたちもう正式な冒険者になったのか？安心してください。冒険者協会には会費を払う必要も強制的な義務もありませんから。つまり協会に入ったらメリットだらけ、デメリットはありません。とにかく冒険ランクが上がるたび冒険者協会から報酬をもらえます。これは協会から新人へ送るプレゼントです。確認してくださいね。改めて入会を歓迎します。冒険者の申請、これはあなたの冒険の証です。新人の加入はとても大事なことですから当然です。これには協会の依頼や報酬に関する情報がたくさん載ってますから。会員の証明でもあるからね。きちんと保管してくださいね。それともう一つ、冒険ランクが上がりにくいと感じる時がたまにあると思いますが、その時は印象に残る任務をクリアすることで協会の認可をもらえますよ。印象に残る任務？冒険ランクの上限を突破するための突破任務といった方がいいかもしれませんね。今はまだその時じゃないですが、あなたの経験が多くなればみんなの認可をもらえるチャンスも増えてくるはずです。では今日はここまでにしましょう。
これからどんどん会う機会も増えると思いますから。頑張ってくださいね、冒険者さん。星と深淵を目指せ。なんだ？そんな、まあいい。この色のものも使えないわけではない。宝石を見つけたらこっちに来るといい。もちろん俺が忙しくない時に来るのが一番いいがな。鉄を打つには集中力が必要だ。腕が良ければ依頼が来る。用がなければ仕事に戻るぞ。真面目な人だな。好きなものを選ぶといい。
ねえ、よっ、ねえ、くけ、まずい。これはまずいことになったな。どうするか。おお、旅人、これは千の風に感謝しないとな。今お前に出会えたこと、これはきっと神のおぼし召だろう。凡人を助けるため風神が使わした使者よ、どうか手を貸してくれまいか。うわ、なんかムカムカするぜ。そりゃちょうどよかった。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな、お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所を変えよう。そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。なんか怪しいな。この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。一体何があったんだ？何から話すか。そうだな、まず一つお前たちに秘密を教えてやる。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろ。旅人、そんなの常識だぜ。母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。あ、お宝！手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝！けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝！ガイア、それはどんなお宝だ？
金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。のほほー。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないか。うわー、すごい、すごすぎる。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そしたら真剣もきっと。そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいならおいらたちが。とにかく安心しろ、おいらと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待って。なあ、どうだ、ワクワクしないか。すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。よっ。そんなくだらないことのために来たんじゃないぞ。天空の島から落ちてきた8つの頭を持つサキュバスや銀髪の海蛇を切ったっていう超超すっごい真剣を探してるんだ。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫だ。それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡聞いたことない。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら。ん？情報提供？めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。戻ってきたか。何か分かったか。はあ、冒険者協会で聞き込みはしたけど手がかりなしだった。当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど手にした時喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。ど、本当か？そいつは今どこにいるんだ？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐために
まずは連絡係に会わないといけない。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。助かる。頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。へへ、任せろ。これもモンドでは誰もがレシピを知ってる定番料理だな。食材が足りるならお前も作れるよ。お前の腕は鹿狩りを超えられるかな。オイラは喜んでお前専属の試食係になるからな。失望させないでくれよな。教えてあげた方がいいかしら。やめておこう。